はい、ありがとうございます。1ヶ月ぶりぐらいにオリパ買ってきたんでちょっと開けようと思うんですけど、とうとう1万円オリパに手を出してしまった。これ1個で1万円します。まあ1万円オリパなんでね、そんなにいっぱい買えないんですよ。なんで1個だけ買ってきたんで、今日はまあこれを動画内で開けてみようかなと。当たりがガンバリーレの SR と、あと何だっけな、アセラの SR で、もっといいのだとアニバーサリーエネとかがあるみたいなんですよね。まあ今日はこれ1枚で、僕とバトルと。待って、これどっちだ。ちょっと待ってよ。これすごいよね。1分で1万円が、ムニキスというか、1分で1万円が消える瞬間ですよ。こうすればいいのか。はい。どっちだ。あ、カプテティフ GX。うわ、なんかな、ここでその、ちょっといいWR入ってるしね。ちょっともうこれ怪しいんだよな。まあまあまあいいや、あげてみるか。じゃあ1個1枚オリパー。いけます。せーの。はっ！うわー！ミステリートレジャーだね。これは、1万円でしょ？まあ、外れですね。多分これ1個ね、5000か6000ぐらいだと思う。まあ、これ合わせて、7000いくかいかないかぐらいかな。くっそー。あ、でもそう、このオリパーはいいんですけど、今日は一応、なんだろう、告知ってわけじゃないんですけど、一応明日 ?7 月16日は僕の誕生日なんですけど、阿佐ヶ谷ロフトっていうライブハウスで、まあ、ちょっと前から告知あったんですけれど、トークイベントみたいなのをさせてもらうことになったんで、ね、で、前売り券は、もうちょっと売り切れちゃってないんですけど、当日券を急遽10枠ぐらい用意してもらえることになったみたいなんで、まあ、ちょっとそのイベントっていうか、その整理券とか配るらしいんで、それの詳細動画の概要欄に貼っとくんで、まあ、暇な方はね、ぜひ遊びに来てくれたらいいかなと思います。くっそー、ミステリートレジャーか。いやー、なんかな、普段だったら喜べるんだけどな、これに1万円払ってると思うと、まあ、なんとも言えない気持ちですね。明日までに何で負けたか考えておこうと思います。